倍元首相の国葬に反対する声、国葬をやめろに呆れの声。内容はこちら。安倍元首相の国葬に反対する声に呆れの声が上がっているようです。では内容を見てみましょう。岡田秀則、国葬をやめろ、意味わかりませんわら。講義は日本語でお願いします。日本プラスアルファ、探すと必ず見つかる漢字の間違いはこちらです。帰郷、同じ人たちかな。呆れて物が言えません。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。うわめろって、なんだこいつ、国葬うわめろ、わらわらわら、未練だろでもかいな、うわめろ、意味不明です。次はこちら。よもや小学生レベルの漢字を間違えるとはお里が知れてますな。日本人ならありえない間違いだね。ぽい。日本語の不自由な方。あ、察し。周辺諸国に由来があるのかな。日本人なら 100% 間違えないでしょう。次はこちら。やっぱり日本人ではない人か。出自を自らバラすパターンはら。他人の葬儀にどうすればここまでヒステリックになれるのか。全く理解できません。工作員。正直、なりすましはいけないと思います。最後はこちら。すでに決定している事案であって、それでいて、お亡くなりになった方が関係しているのにデモ活動、それでいてゴチともなるとどうなんでしょうか。安倍さんが死してもなお、ここまでカッコつけて死者に鞭打つとは、呆れて物が言えないよ。常人には理解できませんね。結論、この当たり前の漢字さえも間違えてしまう安倍元首相の国葬に反対する人たち、なんだか福島みずほ氏に通じるものがあるような気がするのは気のせいでしょうか。まあいいや。とにかくこんな人たちの声なんて気にせずに、すでに決定した安倍元首相の国葬を迎える日を待ちましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。